谷公園へ行ってきました。公園ではサギが飛んでいるし、イチョウもいい感じで色づいていました。この公園の中に無料の動物園があると聞いて寄ってみることにしました。11月のお昼過ぎになります。11月といっても寒くありません。今年は暑い夏で、その名残がある気候です。こんな生き物がいるよといったウェルカム看板です。開園は10時から午後4時まで。月曜日はお休みです。遠くから来たというネズミです。遠いところというのは天竺です。天竺から来たネズミなんですね。モルモットなんて言われ方もしています。視野が広くてかなり後方も見えたりします。みんなの名前がわかります。体の毛がリスに似ていることが名前の由来です。いかがでしょうか。確かに私はリスと色が似ていると感じました。ヤギや子豚もいます。鳥インフルエンザで一部展示が中止されています。フラミンゴの檻の前も通行禁止になっていました。最も知能が高い猿とも言われています。海外では介護猿としても導入されています。ブラウンケナガクモ猿は絶滅の危機に瀕しています。日本アナグマやシマスカンクなどがいるエリアです。いるにはいたのですが、うずくまっていたり奥に隠れていました。がいるエリアです。アネハズルはヒマラヤ山脈を越える渡りをするそうです。ヒマラヤ山脈は 8800m の高さです。タンチョウです。タンチョウの舞を一度見てみたいものです。名前ですね。見た目はイノシシですけど、首はペッカリーです。
人気のカピバラです。カピバラは一番最初に見た天竺ネズミ科に属します。ブチハイエナはハイエナで一番大きいです。この姿からは想像しがたいですけど、骨をも砕く牙を持っています。隣はツキノワグマです。北海道の熊牧場に行った時も熊は行ったり来たりしていました。習性なんですかね。熊の足型かな。左のフェンスの向こうにフラミンゴがいます。ですが鳥インフルエンザ警戒のために正面から見ることができません。塀が低くなってきたので覗いてみますね。フラミンゴ少し見づらいですけど見ることができました。無料で見ることができるので本当感謝ですね。ここから出口に向かってリスやキジのエリアになります。右のフェンスの向こう側は大宮公園です。フラミンゴがちょこっと見えます。ノスリはタカです。日本でも四国より北に生息しています。日本では流鳥です。流鳥とは渡っていかないということです。とどまる鳥のことです。メンフクロウはお面をつけているような顔をしているのでこの名前がついています。日本には生息していないフクロウです。穴掘りフクロウは巣や避難場所として地面を足で掻いて穴を掘るのです。それがこの名前の由来です。穴掘りフクロウも残念ですけど日本には生息していません。先ほどから子供の声が聞こえてきたと思うんですけど、それはすぐ横が子供の遊具があるからです。お子さんを遊ばせてあげられる良い環境で、私はこの公園と小動物園は申し分ないと思います。
ホロホロ鳥、食用としてフランス料理で用いられることが多い鳥です。自然界では集団で行動することが多いです。コシジロヤマドリ、宮崎県の県鳥にもなっています。ハイイロクジャク、これはオスになります。日本にす、大宮アルディージャのアルディ、駅前のコリスのトトちゃん、大宮のリスです。ジュズカケバト、古くから世界中で飼育されていたハトです。小動物園をぐるりと歩いてみました。いかがだったでしょうか。私はものすごく楽しみました。有料でも私は見に来たいと感じました。いろんな生き物がぎゅっと凝縮されていて、とても魅力的な動物園でした。隣にはこのようにお子さんを遊ばせる公園があります。それではありがとうございました。